というわけで。どういうわけだ。西部の大部分のゼノンを弱体化させ、ゼノンの脅威は東部に集中するようになった。パラミドの飛び地はパラミドが優勢となり攻勢に転じ、タルカの滝からサベッジスパーのゼノンも機能不全なのか動きがない。北方のゼノンはまだ健在だが、テラジが前面に出ている。ライアースを弱体化させているテラジに加勢する理由はないので放置。で、南方の最後のゼノンセクターだった論理の欠陥は、アンティゴネがゼノンを駆逐し掌握、そのまま聖騎士団の領土に進出している。パラミドとアンティゴネが聖騎士団を攻撃、聖騎士団が一気に劣勢となっている。聖騎士団はインカ転造戦所でお得意様だったが、このまま滅ぼされると利益が減ってしまう。聖騎士団への対応を検討せねばならない。どうするよ。船乗り猫協会としては、戦争継続による造船量の需要拡大が必要。聖騎士団がいなくなるとインカ店の造船需要が激減する。で、プラン A。 パラミドのシナリオを進めて、聖騎士団とパラミドを統一させて世界の敵に豹変させる。パラミドを聖騎士団に吸収させるルートか。パラミドの飛び地も含めると、異端者の最後造船所にも利益が出る話だな。いいんじゃね。なお、このシナリオはダルバスタの指揮によって進行されます。はい、却下。即決かよ。あいつの通信が頻繁に来るってことだろ。あいつの顔も見たくないし、声も聞きたくねえんだよ。まあ、俺もね。また億単位で搾取されるのはごめんだけど。次のプランは？プラン B。 シナリオに依存せずに、船乗り猫協会が聖騎士団を支援する。パラミドの飛び地やザイアース支援のような感じか。大ゼノンは戦力の投入が可能だったが、今回は国家間戦争だから戦力の支援はできない。戦力的な支援は造船支援くらいで、物流などの経済的な支援が主体となる。聖騎士団相手の攻撃の活発化ってことか。聖騎士団専用の造船所を作って戦力増強の支援、聖騎士団と敵対する勢力の資源を買い占めて聖騎士団支援に当てる。この劣勢を覆せるだけの戦力を供給できるのか。正直厳しいとは思うが、時間を稼げば稼ぐほど利益になるし、造船所を増やすこと自体は船乗り猫協会の発展になるから。ほん。で、プラン C は？聖騎士団を見捨てて介入せずに、別の地域のタイゼノン支援を計画する。インカ天造船所では聖騎士団に代わってザイアースの造船を許可して戦乱を拡大させる。ただ、これは聖騎士団支援失敗時のプランでもある。失敗を繰り上げて次に行くってだけか。そうなると利益的にプラン B だな。聖騎士団支援の造船所の検討はどうなっている？造船所として有力なのは、前回ヒグマが見つけた自由の範囲セクター。後方生産拠点として聖騎士団の戦力の結集と部隊編成がしやすい。しかし、資源供給に難がある。ハイウェイ沿いの聖なる展望は流通と資源に恵まれるが、現状では最前線でもある。インカ天造船所のように購入してすぐに実戦ってことになる。各種資源は豊富ではないが、一通り揃っていて、日光も 208%。 立地としては極上だから、中立のうちに造船所とか関係なく領域は確保しておく。ハイウェイ沿いの高額な土地を火事場泥棒するにゃん。あわよくば紛争中にいくつか工場を増やして、ステーションを潰し合ってもらって、船乗り猫協会の領域にできたらいいんだが。セクター丸ごと役ダーツ作戦。デメリットは造船所が戦闘に巻き込まれることだな。下手にインセクター発動させない方がいいな。ハイウェイ沿いの一等地を確保っと。これだけでも膨大な利益だな。ここは激戦区になるから、スクラップ事業もはかどるはず。日光も2倍だから、メガソーラーでスクラップ処理もできるようにしたいな。で、問題になる点は、ゼロからの工場建設で造船開始まで時間がかかること。建設している間に聖騎士団が敗退したら元も子もないな。なので、先行支援として既存の工場を増築して造船所にランクアップさせる。どこの工場を改装するん？ノビレウスの幸運にある大工場。メガソーラー霞で、隣のセクターの本部ステーションでは船体部品を量産。ハイウェイからも近いので、製造ベイを増築するだけですぐにでも造船可能。ここの造船ルールを聖騎士団限定に設定して、パラミドに奪われたセクターを攻撃できるようにする。タイゼノンでパラミド支援して、聖騎士団支援でパラミドを妨害。右手で握手して左手でビンタしてんのな。それが船乗り猫協会です。工場の完成までは攻撃や治安維持で聖騎士団を支援するぞ。アブシット艦隊、聖騎士団領内の火悪のス討伐に出撃。かなり大規模なスだが、まあ、アブシット君なら大丈夫だろ。火悪のスなんて、しっかり整備した駆逐艦単艦でも破壊できるからな。レーザータワーバリアーで迎撃に応戦しつつ、駆逐艦の火力で巣を破壊する。ここの中域は綺麗な惑星が近くて見応えあるな。重力に引っ張られたりしてない？その点は大丈夫。ちゃんと計算されてる。角度とか。そのコピペネタは今じゃ通じないと思うぞ。迎撃機を排除したら肉薄して全火力を投射。昇格でもつけた方がいいんじゃねえの？これ。対艦戦闘では体当たりもシールド破壊で有用だったりするんだが。アブシット艦隊、火悪の巣を撃破。よしよし。よし。お前そろそろ新ネタ考えた方がいいんじゃね？あ、
芸人ちゃうぞ。せやったな。カークの巣を駆除している間に情勢に変化が。ザイアース統治領がテラビではなくアルゴンによって占領された。これもうザイアース積んだかもしれん。ザイアースは人の守りを固めているが、アルゴンの戦力は数倍。テランがゼノンを痛めつけて、アルゴンがジョフノリを得たか。異端者の最後造船所ではザイアースの発注が増加しているが、特大型の製造米はアスガルドが占有。そのため、ラプターの建造ができずにザイアースが戦力不足になっている。特大型の製造米も一つでは足りないか。大型の製造米は3に増やしたが、特大型はスペース的に追加は厳しいかもな。アスガルドには早く完成してもらわんとな。ちなみに、現在ヒグマたちはパラミドの飛び地で各セクターの探索中。搭載機のアレスも受領して、独自のマーキングを施した。梅翼空ヒグマたち。UME499 だから梅翼空。役割がオロック遊撃隊の代わりになりつつあるな。オロック遊撃隊はケルベロスとノダンの組み合わせで、現在ラトルスネーク随伴のカーク警戒部隊所属。まあ、ヒグマたちには今後も雑務を任せておくべ。ノビレウスの工場では小型企業の製造米が完成して正規手段支援を開始。小型中型の製造米が2、大型が4、特大型が2。正規手段は特大型の運用は控えめだから。小型製造米の次は大型4で、小型追加してからの特大型2の建設。激戦区ではないから、いきなり戦闘にはならないな。さて、俺たちも支援行動を開始しようか。正規手段のミッションを受注して報酬をもらい、その金でアンティゴネから資源を購入して正規手段造船所に資材を送る。優勢な国で資源を買い、不利な国に売りつけて戦争を長引かせる。そして造船業では両軍から受注して膨大な利益を叩き出す。船乗り猫協会は死の承認。トモッチャ工房は悪の兵器交渉。おっと、次のミッションか。食料や医療品の支援で人道アピール。その利益で戦争を長引かせる。まさにでどう。レーザータワーをポイポイポイっと。ミッション達成、次の任務だ。次のミッションも食料と医療品の手配だな。大工場のミノレーダーを派遣しろ。ミノレーダーの数が日に日に増えてるよな。無限は気を見つけ次第追尾、撃破してたら増えるよ。最近はボロン女王から賜ったヒドラリーガルが大活躍。ミノレーダーより HP 少ないから露確率が高い。ほん。ちなみに、現在はファルクスで支援任務中。ヒグマたちは金がないから断念したが、我々は裕福なので。いや、インカ船造船所で自社造船したから実質タダやろ。資材不足でメソンストリーム2門。残り2門は熱導破砕とシールド特攻のイオンブラスター。イオンブラスターは降伏勧告に最適な武装だからね。熱導破砕はシールド貫通でダメージ出るから便利。メソンストリームの火力は文句なしよな。一撃で即死。2門でこの威力。ゼノンに襲われてたの、翼輪だったか。機体をよこす気がないようなので駆除。容赦ない。フリゲートだから汎用性重視にしているが、刀は4門搭載の火力重視で運用。ヒドラもドラゴンもそうだが、コルベットに攻撃力4門ってアセンブル式だよな。そうね。今度コルベット企画でもすっか。お、消耗したミノタウロスレーダー。降伏勧告してみよう。お、船を放置したぞ。賢明な判断だ。しかし、誰も見逃すとは言っていない。脱出ポットを撃つけど、条約違反とかにならないの？彼らは正規の軍隊でも民間防衛隊でもない。つまり単なる犯罪者だ。極刑に当たる。バトルオーバー北海道。翼輪死すべし慈悲はない。一隻も逃がさない決意を感じる。おっと、ミノレーダー確保忘れてた。そういえば、この手歌には海兵が乗ってたな。ゼノンで自殺したフェニックスの乗員な。ちょうどいい、彼らに任せよう。ミノタウロスレーダー、さらに一隻追加。よし、修理後は正規手段支援任務についてもらおう。その後もカークをヒドラで迎撃したりと、細かい戦闘やミッションをこなして小遣いを稼ぎながら造船所の建設までの時間を過ごす。おしげつい。方針は決まったが、造船所完成まで待機で、完成後も経過観察で意味ならないな。小規模な防空戦闘やアルバイトばっかやってるもんな。これはこれで楽しいけど。おっし、殲滅完了っと。ヒドラのレールガン楽しいねー。なお、こうして遊んでいる間に北方では大ゼノン攻勢が激化していたのであった。あら、そうなの。とりあえず、今回はここまで。また次回お会いしましょう。チャオチャオチャオー。
Thanks for your help. カーク全滅報酬21万。悪くない収入ね。本部もでかくなったな。えぐい連接してんな。